涙が出るまで。あれはマジで誰も勝てない。違かったんですか。 Good morning guys、Day 4 Super Bowl。今日はトップ16まで絞られますね。日本人は4人出てます。で、他の国のね、スーパースターたちも続々出てるので、今日は暑いよ。レッツゴーマテオ、レッツゴーアンサンズ。プラハの今日の天気は晴れです。今日は真っ晴れ。今日の朝食です。朝食フリースタイラーだらけです。Yo, Kato. Yeah, nice. Nice, nice. Gambatte. Gambatte. Fine. Thank you, thank you. Hi. Hello. Hey, 今、ヒルスケのトレーニングルームで、トビアスとアンドリューと誰だっけ？スコラの。スコラが練習してる。が練習してるっていう情報を聞きつけたので、今からちょっと行きます。楽しみ。マジで楽しみ。やばい世代や。とりあえずレジェンドたちのサークルを見て、今からちょっと今日はね、観光に行ってきたいと思います。プラハ城ですね、行ってきたいと思います。この唇痛い。マジです。サバダカズヤ、私はジュンさん。Yeah. Let's go. Nice combo. Thank you. トラムっていうね、市電みたいなやつがあるんですけど、それに乗って、プラハ城に向かってます。Yeah. Is that frog castle? No. No?
It's all the way along to the hill. Behind the corner, you will go straight on lane. Okay, thank you. ワントリック決めちゃう感じ？おい、ちょ、ボール転がったら死ぬけんね、これ。Come on, guy. 東洋。トム・フォーラン、トム・フォーラン。登る分にはいいよ。登る分には OK ですよ。カモン、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 ベイビー。裏だってよ。今日は重すぎる。ナイス、カモン。ウーフー。ミスター・ジャン。こうっていうのはあの人たちと思って、あの人たちにこうしてしまった。絶景や。Excuse me, sorry. Do you know stores sell water around here? Water. Water. Sell. Okay. If you go into the bar, just ask for water. A free?I'm not sure, I might charge. Oh, wait, let me have a look. It won't be much. Oh, thank you. Yeah, free. Mm-hmm. Yeah, it's free. Thank you. That's right. 水無料でもらえるって。Cream coffee craft tea. Wow. Japanese style. Yeah. Yo, nice. Oh my god. Yeah, nice. Yo, come on.Yes, nice. Pretty nice. Yo. Yes. Cream coffee, frappuccino, one water. You can order. 絶対に日本じゃありえない光景ですね。スタバでトヨがサッカーボール持ってたんですけど、サッカーボールで店員さんが遊び出すっていう、絶対に日本じゃありえない光景です。スタバ行ってきましたけど、日本じゃマジでありえない光景ですね。あんなちゃんとしてるスターバックスが店内でボール遊びして、で俺ペットボトルの水買ったんですけど、水を忘れて、ヘイジュン忘れてるよっつって、水めっちゃ客いる中でポンって投げられて、絶対にありえない光景でしたね。 Yes, ジュン crazy roar. Thank you. Perfect. Yes. Our Japanese YouTube channel.Perfect. Yeah, nice. It's very good, very good, very good. Boy. Crazy. Very good, very good. Yo. Crazy. Very good. Perfect. Come on. Come on, let's go. Nice. If you want, you try. You know it? Oh, nice. Come on. Oh, yeah, oh, nice. Try. Come on. Yeah. No. Yes. Show me. Come on. Oh. Oh. Very good. Yeah. Very good, boys. Thank you.Thank you. Bye. すごい、あの子。観光でいろいろ回ってて、観光地でちょっとパフォーマンスというかボールを蹴ったんですけど、やっぱりね、日本と違う注目度みたいな、ほんとみんな足止めて見てくれるから、めちゃくちゃ気持ちよかったです。日本と違って話しかけてくれて、ナイスみたいな、いちいちなんか反応リアクションをくれる。で、一人動画に映ってた人がなんか話しかけてくれたんですけど、もう通る人なんかナイスグーみたいな感じで声をかけてくれて、めちゃくちゃ気持ちよかったです。お、レアだ、レア店員さん。店員さんレアだ。
違う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 。アキくんのバトルが始まっちゃった。最悪、帰ってこれなかったね。迷子。迷子になっちゃった。レッツゴー大吉。レッツゴー大吉。カモン。ナイス。このバトルはやばいぞ。やばいね。今、ホテル着いてちょっと迷子になっちゃったんで、プラハ城でちょっと会場には行けなかったんで、今からライブでユートくんとボイカのゲームを見ます。で、その後ユリくんが始まるんで見に行こうと思います。カモンユート、マジかませ、ぶちかませ。イエスさあ、ミスんな、ミスんな。イエス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 、ボイカー、よし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 、落ちてる。もう一回ミスる、もう一回やってミスる。そういうわけにはいかん。いや、いいよ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 。オーマイガー、よしイエス。いやーやーおめえ、あー、重ねた。えい、いや、スカラス。スカラス。もう一個入れます。おー、やばい。パニッシュトー。フォーダフィーミステイクス。ロケットフォーダ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 。いや、検討したんだけどね、ちょっとまだ分からんけど、今のはエグすぎたな、ボイカ。ユート、もうなんこれはしょうがないな。ユート、これユート、今のスカラ4つが効きすぎたな。3、2、1、ジャパン。Yuri, Nick, Nick. Excellent. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.Happy birthday to you. I'm actually guys. Matteo is special. Come on, Jada! Woo! Ladies and gentlemen, welcome to Copenhagen in Rome! Arancinio!
れクリップすっごいな。But Number 9. One Coke, please. Number 9. Thank you. I will go tomorrow too. You will go tomorrow? Tomorrow too. Okay. Oh, Gyoza style! Love you, love you, love you! Oh my god! この人また撮るぞ、マジで。いや、こもう最高やろ。待って、やばいやばい。いや、やっぱこの人最強だわ。Yo, come on, Hyunyoung! Let's go! Let's go! この人は普通にもう、なんか、キルザビートみたいなのがうまいね。うん、音の取り方みたいな。詳しくはわからんけど、うまい。日本人とは違うんですか？いや、韓国人、韓国人。Hyunyoung、うん。めっちゃいい。あー、スピリー、スピリー。おー、Let's go spinning! Spinny Pinny number one! I love Spinny Pinny! 餃子さん頼むよ。来た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 。マジ世界一のエンターテイメントだこれ。普通にスキルもやべえんだよこの人。次も見たいですもんね。見たい。この人は本当次見たいってなる。カモン餃子さん。イエーシークレチャンブルファイナルバトル餃子さん VS P さん。あー餃子さんっぽい。これ餃子さんの音やん。あーレッツゴーいやこれ誰も勝てねえ誰も勝てねえもう遊んどるやんこの人たちもうこの人たち遊んどるわマジ俺来た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 この人たち遊んでるだけやんやべえこんな年の取り方をしたいですね最高の大人だこれは 100% で遊んでるもん何なんこの二人ふざけとるだけやん終始終始ふざけとるだけ遊んでるだけエクストララウンドエクストララウンドあ、次 P さんのあれをしてるんだ出た出たやべえ。いやここもはめどころ はめどころ完璧だもんね。なんもしない。なんもしない。やばい。やばい。強すぎる。やばい今。
会場の音がやばかった。マジで、いや、ちょっと俺、返せんやろ久々、涙が出るまで笑ったわ。あれはマジで、誰も勝てない。清澤さんにはマジで、あれは勝てんわ。あれ、天才やろ、誰もできんって。いや、マジでこの人やばいわまた遊び始めた金輪際、キルザビートで餃子さんに勝てる人間が現れるのか。分かったらね。イエーイ、カモン、イエーイ。今大会初の日本人チャンプ、世界チャンプが現れました。餃子さん、おめでとうございます。やばかったよね、ガチでいくかったよね。最後のエクストラランドはあれはもう勝てない、誰も勝てないよね、あれは。150も200点満点でしたね。最高すぎた、あれはやばかった。ヨーロッパの街並み、日本と全然違いますね。ということで、まあちょっと中心から中心街からは外れてるんですけども、まあ、ご飯あるところに着いたん でチェコっていうのは基本的に建物とかっていうのは新しく建てるってことはあんまなくって、なんか建ってるビルとか建物に、なんていうのかな、店を入れるみたいな、そんな感じですね。いいっすね、この感じ。自然が通ってて建物がドーンって並んでて、非常に綺麗な街並みです。はい、ナンバー6、 Thank you。 Wow、 Look so delicious。昼ごはんピザ食べたんですけど、まさかのちょっとトラブルで、海外 SIM で 25GB を買ってたんですけど、謎に 12GB でリミットが来ましたよって言って、今携帯が使えない状態で、ちょっと今からボーダフォンショップ行って海外 SIM を買い直したいと思います。 10GB5000円ぐらいですね、ちょっと高いですね。で、ヨーロッパは比較的涼しいんですけど、ちょっと紫外線が殺人的にやばいよねちょっとね、紫外線がえげつないんですよ。日陰入ると涼しい、本当になんか低温やけどするかぐらい。日本とどっちがいいかって言われたらこっちがいい。こっちがいい、こっちはまだ乾燥してるんで、空気がまだ過ごしやすいです。なんかな、救急車なのかな。チェコの中心街に着きました。ここはすごい、マジで。SIM カードを交換してもらって、やっと携帯が使えるようになりました。今ホテルでルカとかマテオとかイーさんが蹴ってるらしいんで、まあ帰り着いて見れれば見ましょう。涼しい、これピース東洋、なんか気持ち悪い、これピースカーズ、スカラ、スカラアランズウォール、カモン、オ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 ン、イヤーハー。ということで、帰りは、トラムとかバスじゃなくて地下鉄で帰ってるんですけども、まあ、一応僕たち切符買ったんですけど、地下鉄もね、みんな切符も買ってないです。もうスカスカ状態で、乗ってます。誰も切符買ってない。で、特に駅員さんも警察もいないんで、もう本当に自由みたいな感じですね。これでしょ、カズ、これでしょ。ぶら下がってね。はい、そうなんです。あ、ちょっと暗いね。なぜ動画を止めたかというと、データが飛んでました。最悪です。これ最終日ら辺でもうベスト8とか決まってて、イエシーとかの決勝を全部撮ってたんですけど、まあデータ量が多かったんでね、全部飛びました。 YouTube とか、まあ、結果知ってる人も多いと思いますが、まあ他の YouTube で
バトルは見てください。とりあえず飛びましたね、ごめんなさい。最終日ら辺はトヨとカズと3人でずっとプラハをブラブラして、まあ、チェコ、世界大会終わったということです。で今現在なんとですね9月のもう半ばでして、世界大会から約1ヶ月経っております。世界大会お疲れ様やろ。まあ中途半端な形になってはしまいましたけども、とりあえず世界大会編終了ということで、まあもちろんですけどクソ楽しかったっす。まあ多分人生で一番楽しかった2週間だったなって自分で思います。まあ結果で言うと、負けて、まあ、結果は残せなかったし、まあ英語も分かんなかったから、まあ蹴りたい人と蹴れたりしたけど、そうだね、英語が分かんなかったからコミュニケーション取りにくかったりっていう不便なところはあったけど、まあとりあえず楽しかったなっていうのが率直な感想です。はい、でやっぱフリースタイルフットボール自体日本とやっぱ比べちゃうとやっぱ違うとことか結構あって、俺的にね、肌感的にね、まあバトルもそうですし、まあ、フリースタイルフットボールにその向き合う、なんだろう、目的というか、なんかそういうのも結構幅広くいたっていうのが印象的。まあ、バトルだけ出るやつとか、まあ SNS に乗っけるために来てるやつとか、まあ趣味で遊びに来てるやつとか、なんかもう本当に様々。スポンサーのために来てる人もいれば、みたいな、本当に様々っていうような感じで、いろんな人がいるなと思いながら滞在してました。まあとりあえずは、俺自体こんな人柄なんで、人に絡みまくってね、もう最終らへん、最後らへんはね、もうジュンジュン、ヨジュンみたいな感じで、友達もたくさん海外にできてね、非常に良かったなって、行って良かったなって思います。まあ総括みたいになっちゃいますけど、とりあえずスーパーボール編は終了ということで、まだまだ、今年やることをたくさん決めてるので、まあ、それに向かってね、次は突き進んでいければなと思います。また YouTube でたくさん楽しいコンテンツというか、そういうの発信していこうと思いますので、まあ、こういう動画が見たいとか、まあ、感想等ありましたらどしどしコメント欄まで。あ、そう、あと一個ごめん、あと一個だけ、びっくりしたのが、チェコまで行ってるのにお前のビデオ見てるよとか、お前の Vlog いつも楽しいよねとか言ってくれる人、海外の人でめっちゃいて、どこだったっけな、いや、どこでもいたね。南米にもいた、で同じアジアにもいて、ヨーロッパにもいたし、それが俺一番びっくりして、うん、俺の YouTube を日本語なのに知ってくれてるみたいなのが結構、そういう人が結構いてくれたので、まあそれも結構ね、やっててよかったなっていう、幸せに感じる一部でしたね。はい、ってことで、世界大会関わってくれた人たち、仲良くしてくださった方たち、ありがとうございました。そしてこの動画を見ている方、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、バイビー、おやすみ。